はい、どうも、ニョッキーと申します。今回は2024年3月23日に行われた AKB48 山内瑞希さんのオンラインお話し会のレポートでございます。8部でございます。まずは、こんばんはというと、まあ、こんばんはと返してくれまして、で、話題としましてはですね、まず、この前ラジオ、ささやきラジオというのをやっていますけども、それでメールを読んでいただいてと、私のメールを読んでいただいたんで、で、まあ、ズッキンをうんという感じで返事してくれたので、続いての話題として、自前でですね、ズッキーのアクリルスタンドを作ったので、それを見せてですね、これ作りましたよ、みたいな感じで。まあまあ、のリアクションで、グッズも作ってくれたんですね、みたいな感じで言ってくれましたので、劇場に送ったので、まあよかったら受け取ってください、みたいなことを言ったら、まあ、うん、そうだね、みたいな感じで。で、終わりです。はい。まあですね、基本的にズッキーというのは、まあ、可愛らしい方なんですけども、結構落ち着いた感じの方なんですね。もともと落ち着いた感じなんですけども、この時はですね、まあ、なんと8部、夜の19時過ぎということもあったのか、お疲れの様子でしたね、ちょっとね。うん、確かにもう人気メンバーでファンがもう途切れないで、それで朝から夜までやってるわけですから、これはもう本当に疲れますよね。はい、もういつも感謝しております。ということで、今回は山内瑞希さんのお話し会レポでございました。ありがとうございました。